本日紹介する美女はグラビアアイドルの寺本リオさん。父の神様を求めて視聴していただいたあなたに後悔させない動画にしていますので、ぜひ最後までご覧ください。2001年生まれ、広島県出身。特技はダンスとピアノ。幼児期時代にキッズモデルでも活動していた寺本さん、小さいながらにモデルの仕事に没頭していて、将来もこの仕事を続けるしかないと思い続けていたそうですよ。本格的な芸能界入りのきっかけは中学生の時、舞台に出演した友人に周りの目が一気にいったことから、負けていられないと思ったことからだったそうです。寺本さんには2人の兄がいて、とても仲良し兄弟と言われています。家族は全員が裸族であり、来訪者が来てもパンツ一丁で家の中で過ごすそうですよ。目のやり場がないですよね。このおかげで水着撮影も抵抗がなく、寺本さんは家族からの英才教育を受けてきたと述べているそうです。体型維持の秘訣は週に15杯食べているラーメン。即席麺も好きだが、基本は店舗まで食べに行っていて、カロリーが気になるが、ラーメンを制限して長生きするよりラーメンを食べて倒れる人生を選ぶとまで発言していますよ。このお胸はラーメンでできていたんですね。2018年には7年ぶりに復活したミスマガジン2018にエントリーし、同年7月準グランプリに相当するミスヤングマガジンを受賞しています。ヤンマガ時代の宝というキャッチコピーが付けられましたね。2020年にはオフィシャルファンクラブと YouTube チャンネルリオのことを開設して活躍している寺本さん、今後も活躍していただきたい女性ですね。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、低評価でも構わないのでよろしくお願いします。